はい、ミスター社のクラブを打たなきゃわからない番外編でございます。はい、今回は優勝者というよりはリクエストにお答えしてのコーナーでございます。アダム・スコット、ディアマナ、 WB63TX、 そしてプロジェクト X の LZ6.5、 はい、この組み合わせで今使用しているということで、今日はこちらをご紹介したいと思います。お願いします。さあ行きます。はい、よいしょ、頑張ったけどボールが捕まりません。いいフェードが打てました。この棒っぽいシャフトって、まあ、彼は前もアイアン KBS だったりとかってしてるんで、まあ、しなり方としては合ってそうだなっていう印象はあります。もう一時期ね、調子悪い時それこそオートフレックス使ってみたり、迷走が半端じゃなかったなっていう印象もすごいあります。春ぐらいまでは多分ベンタス使ってたかな、 TR ブルー、そう、赤使ったりとか、そうですね、結構いろいろしてたんですよね。まあ棒っぽいシャフトは合いそうですよね。で、はい、でついこの間までフェアウェイウッドはまだ TR ブルーだったんですが、ついこの間変わりまして全部 WB になりました。ただ本当に仕事は全くしてくれない感じはあります。はいはいはい、はい、左は本当にこう決して打てそうだなっていう感じはあるんですけど、はい、ただ捕まえるのが大変。いやー、捕まらない。これジェイソン・レイ選手もそれで書いたんですよね。あ、そうなんだ。そうなんです。 TPT から。そうなんです。へえ、TPT のね、黄色いやつですね、やつだったけど、はい、それこそマスターズで辻村さんが横で見てて、サトシあれ何って言ってたのが TPT です。プロトタイプ、はいはいはい、そっからこれ、はい、なんすかねあれって言って後で調べたのが TPT だった。スイスかどっかのやつですね。そうです。WB はじゃあ棒っぽい感じ、まあ、本当にここだけしなります、あとは全部硬いですみたいな印象の、言ったらこうベンタスブラック、はい、に近いイメージだというふうに感じます。いやー、捕まりません。僕ぐらいのパワーではしなり戻り終わってしまって上にフィューンって吹き上がるみたいなボールになっちゃいます。だからしならせていくためには最後までしなりを使ってずっと押し込んでいくっていう感じのイメージするには、ずっとこうやって溜めててフェードを打つのが多分一番打ちやすいのかな。こうしていくとなんとか使えそうかなっていう感じですけど、はい、はい、これだと距離もそこそこ出てくれるんで、なんとかいけるかなって感じですけど、なんとかっす。国産 TX 必死です。はい、もういいですか。はいはい、すいません、はい、無理です。はい、若さが足りない、はい、よいしょ。そしてで、プロジェクト X の LZ、 はいはい、ちょっとその WB に比べたら若干動きのあるシャフトじゃないかなっていう印象はあります。はい、はい、いきます。いや、これまでもやっぱりちょっとつかまりはあまり良くない感じですね。KBS でしたね、ツアーの 130X。 そう、ね、それと比べるとちょっと動きのあるシャフトにアイアンは変えたんだなっていう印象はあります。よいしょ。あとはなんか DG もちょっと使ってたんですよね。うん、でも DG だとどうしてもしなり戻るタイミングが遅くなりすぎちゃうんだと思うんですよ、うん、なのでまあしなり戻りがちょっと早い
LZ を試したっていうところだと思うんですけど、まあ年齢も年齢ですからね、アダム・スコットも。そうですね、うん、からまあスペックダウンだったり動きがあるシャフトにしていったっていうところだと思うんですけど、それでもね WB っていう選択が面白いなと。ただこれは僕にはめちゃくちゃハードっすよ。女子セッティングしてるやってるぐらいが一番こうゆっくり触れていいなっていう気がするんですけどね。こんなに真剣になんかクラブセッティング紹介しなきゃいけないんだ男子の場合みたいな感じはあります。男子の場合っていうか PG ですからね。ただまあ 6.5 とかだとなんとか打てちゃいますね。 LZ ってちなみにどういうシャフト？基本的には手元が柔らかいシャフトです。で、まあプロジェクト X っていう名前がついているので、プロジェクト X と比較すると、全体がしなります、どちらかというと、はい、で中元調子です。まあ切り返しからゆっくり戻ってきて、このインパクトエリアでちょっとシャフトが戻ってきてくれる感じがプロジェクト X の名前を冠している部分かなというふうに思います。でプロジェクト X の場合はしなり戻りがプンって速くて、もう切り返しから戻り始めてきちゃうぐらいのイメージなので、テンポが結構速いプレイヤーですね。それこそだから、マキロイとか長くずっとプロジェクト X 使ってますけど、キュンキュンって振る感じのプレイヤーなんかはプロジェクト X で、アダム・スコットはどっちかっていうとスイングアークが大きくて、で、ちょっと間があってからダウンスイングっていうイメージなので、まあシャフトはこっちのチョイスになったのかなという印象です。ただアダム・スコットの場合はもともと結構しなり戻りが早いものを好む傾向にあるので、ちょっと僕の中でこのチョイスは面白いなと。しかも WB もどちらかというとプロジェクト X の方が相性が良さそうなシャフトなので、逆にプロジェクト X 試してみてみたらっていうのを直接言ってみたい。 KBS に戻るかっていう感じですね、はい、っていうふうに思います。ただお前ごときが言うなって言われると思いますまああんだけこだわってくれるアダム・スコットですからね。そうですね、で結構しなり戻る感が、しなり戻るというかその一回たわんでからギュンって戻る感じがあるシャフトなので、このチョイスがシャフト単体で見ると合ってるかって言われたらちょっと違うんじゃないかな。ただ当たらずも遠からずじゃないかなという印象はあります。範囲内にはいるよっていういる感じですね、はい、ただお前ごときが言うなとは言われると思います、はい、という感じです。イメージが違うのかもしれないですね。そうですね、なのでまあアイアンだとちょっとテンポゆっくりにして、ターゲットに対してボールを運んでいくっていうイメージになるのかなと、はい、いう印象ですね。出力の出し方を、ドライバーとアイアンでは変えているというところがあるのかもしれないです、はい、昔はでもアダム・スコット KBS 使ってる時なぜかドライバーとか DI でしたね、うん、よくなずっと DI です、うん、あの黒い DI、 そうあの黒い DI もだってアダム・スコット選手のために使ったってなんか誰かも、あの色が嫌だったっていう、そうオレンジが嫌だって言ってましたね。そうなのでそこがまたちょっと不思議な選手ですよね。だからドライバーとアイアンのこうシャフトの好みが逆転したみたいな感じの印象だと思います。だから DI とこの LZ の相性は悪くないと思うんですよ。面白いですね。だから WB と KBS はすごいいい、いいと思います、はい、もしかしたら WB は自分の中でもしなるのかもしれない、はい、分かんないですね、まあまあそこも好みなので、はい、何とも言えませんけど、じゃあ同じ感じでしなり戻ったりするのかっていうと、ちょっとドライバーと、まあ、アイアンが昔と今でちょっと逆なんじゃないのかなっていう印象はあります、はい、というアダム・スコットです、はいはい、日本オープン出ますね、はい、まあ、いつもねなんか新日課なのか、はい、日本オープンはいつも来て、はい、アダム・スコット渋滞が起きるというか、そうですね、はい、なんかアダム・スコットが動くときにこうゲルマン民族の大移動みたいに、もうそこに人が群がっていくみたいな感じになるので、一番最初にそれこそ世界ランキング1位の時に日本オープン来た時なんかは本当ね、ちょうどリョウ君フィーバーだったんで、リョウ君のところに集まるかと思いきやアダム・スコットの方がすごい多いっていう、はい、
のがもう印象的だった選手です、はい、まあイケメンでね、そうですね、はい、顔がこのぐらいもう、はい、肩幅あってこんなちっちゃい顔が乗っかってるからバランスがおかしい、はい、という印象のもうすごくかっこいい、しかもスマートにゴルフをする選手です。ユニクロですしね、はい、三浦技研ですしね、もう本当なんだろうな、日本愛が強い選手です。はい、10月10日から開幕する日本オープン、ぜひアダム・スコットに注目してください。ありがとうございました。